はい、こんにちは、小林国弘です、えー。今回は久しぶりにニュース解説でございます。テーマは、チャンス到来。台湾を中国から救う日本のビジネス。こちらでお届けいたします。えー、このチャンネルは私、小林国弘が月に1回世界一周しながら現地で見たこと、学んだこと、こういったことを旅やビジネスを切り口にご紹介しているチャンネルです。世界に興味あるよとか、世界のリアル知りたいという方いらっしゃったらぜひ、ポチッと。 チャンネル登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。それでは早速内容に参ります。えー、まずはですね、朝日新聞デジタルの、えー、ニュースからご紹介します。一応の、便宜上、えー、お名前はですね、日本語読みで失礼いたします、えー。台湾、蔡英文総統の後継を決める総統選が13日に投開票され、中国との統一を拒む与党民進党の来清徳副総統が、 対中融和路線の野党、国民党の法洋比、新米市長らを破り当選した。法比が敗北を認めた。来週は米国などと連携して防衛力を強め安全を守る方針だ。統一は歴史の必然とする中国の習近平指導部が圧力を強めるのが必死で中台の緊張が一層高まる可能性があるで。ここからが重要ですね。総統は1期4年で連続2期まで。 えー、1996年に、えー、総統直接投票が導入されてから同じ政党が3期続けて政権を担うのは初めてということです、えー、新党総統は5月20日に就任するという形でございます、えー、一応念のため選挙結果でございます来清徳さんですね、えー、民進党、えー、約558万票という形ですね得票率40%ですそして2番手だったのが彭洋医さんで えー、約467万票ということで、得票率はまあ33%ぐらいと。で、あと、えー、今回はですね、3番手、民衆党の加文哲さん、こちらもあの非常に大健闘でですね、えー、369万票獲得したんですが、今日はですね、まあ、この選挙から見える日本のビジネスチャンスという形でお話しするので、えー、主に民進党と国民党にクローズアップしてですね、この先のお話は進めさせていただきます。 はい。で、一度、あの、本題に入る前にですね、えー、基本事項のおさらいでございます、えー。台湾二大政党の歴史ということで、もともと台湾はね、えー、国民党、まあ、正式名称、中国国民党ですね、こちらからスタートしております。えー、1919年、孫文により決闘しております。えー、1948年、まあ、ここからですよね、蒋、えー、介石が、まあ、初代台湾総統に就任と。で、まあ、その翌年ですね、1949年に、えー、国境内戦に敗北しましたので、まあ、ここからが、 えー、台湾国民党という流れの始まりというような形でしょうか。で、えー、日本に馴染みのあるところで言うと、1988から2000年までの12年間ですね、えー、李登輝さんがですね、台湾総統を、まあ、国民党として務められたという形です。えー、ちなみに李登輝さんはね、あのー、この2000年以降台湾総統を、まあ、外れたと言えばいうべきのかな、辞められた後はですね、えー、一転、 台湾独立派の方に回るんですけれども、一般的に国民党の立ち位置としては、いわゆる親中派、中国優和派というふうに言えるのかなと思います。そして対する民進党、正式名称は民主進歩党になります。1986年にですね、国民党の対抗勢力が結集する形で始まりました。台湾初の野党でございます。 で、あの、初めて台湾総統を出したのは2000年の陳水扁さんですね。こちらが党として初めての台湾総統という形です。一般的な立ち位置としては台湾独立派というふうに言われます。 まあ、ここまで見れば明らかだと思うんですけど、じゃあ中国がね、どっち勝たせたいかって言ったら、それは国民党を勝たせたいわけですよ。で、かつ、今回の選挙までも2回っていうのは、蔡英文さん、民進党がね、両方とも勝ってますから、今回こそはというふうに、えーもう悲願とでも言えばいいのかな、考えてたのが中国でございます。というわけでですね、 国国民党に勝たせたたせかった中国ということで、えー、まあ特に投票直前まあいろんなねあの世論調査とかの中で若干国民党危ないかもという流れの中でですねいろいろまあ 炎上、援助工作と言えばいいのかな <laughs> いろんな動きがありました。それを、の中でね、あの、特にこの先を占う上で、まあ、重要なポイントを2つご紹介させていただきたいと思います。えー、1点目、2023年12月、台湾からの旗輸入再開を発表。ハタというのは、現地でよく好まれる、非常に高級なお魚ですね。えー、これ、ロイターの記事になります。 中国で台湾政策を担う国民台湾事務弁公室は台湾の業界代表が中国を訪問し是正に関する情報を提供したため承認された企業は旗の輸出を再開できると説明と我々は台湾の関係当事者と協力し台湾の農水産物の本土への輸入再開に向け支援を提供し続けることに前向きだと述べたと中国の国営 新華社が声明をね、報じたということで。まあその、なんだろうな、<laughs> 承認された企業っていうのは何かって話ですよね。まあ要は国民党よりっていうことですよね。はい。そして同じようにですね、同時期にフルーツもということで、こちら時事通信のニュースですけれども、中国に融和的な最大野党、国民党の支持者が多い地域で生産される果物については、一部の輸入を解禁した。まあ わかりやすいですよね。非常に。与党民進党の地盤では業者から国民党に投票するしかないという声が出ており、習政権が実質的に国民党を支援する形となっているというような形でございます。まあ、ね、上の水産業、下の農業、いわゆる農水産業なんですけども、なんで農水産業にですね、中国が、まあ、いろいろとこのね投票直前で策を行ったかというとですね、 農水産業がメインである台湾南部。台湾南部というのは、まあ、言い方変えると農水産業の、まあ、町なんですよね。エリア。ここで何としても民進党の票を奪いたかったわけなんです。そのために、えー、このエリアの人に、まあ、いわゆる、いわゆる飴ね。雨をちらつかせたというような形でございます。そうなんです。台湾南部こそ民進党の代表殿だからです。ここを逆に言うと抑えればですね、 国民党の勝利が見えてくるという形だったわけですね。はいで。ちなみに台湾南部のよくある景色ということでですね、私がまあ出張中に撮った写真をちょっとご紹介するんですけれども、まあ最近ね、それこそ LCC なんかも発達して、もう台湾、台北によく行かれるという方多いと思うんですけれども、南部はね、まだまだ田舎ですよ。はっきり申し上げれば。あの、ご覧いただいたようなですね、 なんだろう。まあちょっとおしゃれな雰囲気からほど遠いような感じですよね。で、ご覧いただいている右の写真がですね、まさに私が現地で商談している時の様子なんですけれども、なんか事務所っていうよりは、農家の倉庫みたいなところにですね、椅子を置いて、えー、お茶を飲みながらですね、地元のフルーツを食べるみたいな、こう、これこそがザッツ農水産業って感じですね。ザッツ農民って形です。この雰囲気ですよ。この、この雰囲気に、なんとしても、 国民党も食い込みたかったわけですね。この人たちが、こののんびりしたこの人たちをどうやったら、ね、民進党から国民党に移せるかというときに、先ほど申し上げたような、まあ、いろんな、まあ、策を行ったという形でございます。このイメージの上で進めますね。はい。 はい。というわけで、その結果はということになるんですけども、まあ先ほど申し上げた通り、民進党と国民党、まあ大体票差は約90万票という形でございます。で、えっと、仕事に、まあ首都圏部のね、あの、大都市の仕市事の自治体エリアごとの、まあ結果というのをちょっとご覧いただけると分かりやすいかなと思います。台北に至ってはですね、ほぼ同点ですよ。ね。票差639票、0.06%、要は、 あの、差がついた91万票のうちの、たった0.06%しか台北は寄与してないということですね。あの、大都市で言うと、一番寄与した台中であれ、9.7%の差というような形でございます。さあ、接戦です。あとは南部という形になるわけですけれども、じゃあ南部はどうだったのかというとですね、じゃんという形で、ね、大差だったわけなんです。台南市、28万票差。 高尾市、32万秒差。ね。両方を合わせると31%と35%でえ、約68%。つまり、票差90万秒のうち、91万秒のうち、3分の2はこの南部から生まれているというような形です。ね。もうお分かりの通りです。中国の揺さぶり、不発に終わったというのが実態かなというふうに思います。 えー、ちなみにですね、まあ、あのー、いろんな新聞報道とかでは、まあ、中国側がね、フェイクニュースでいろいろ揺さぶりかけたみたいな話もあります。あるんですけれども、あのー、まあ、繰り返しになるんですけど、まあ、先ほどのような雰囲気の南部ですよ。南部の雰囲気で、この表彩が生まれているというところを考えると、フェイクニュースが仮にあったとしてですよ。あったとして、あまりこれが影響したとは考えにくいので、えー、今回は割愛しているという次第でございます。 さあ、そんな選挙結果を踏まえてという形になります。じゃあ何が起きるでしょうかという形になるんですが、まあ、中国側のね、えー、投票直前のいろんな、えー、支援策、国民党支援策と言えばいいのかな、不発に終わりました。何やっぱりニック期南部と言えばいいのかな民主党、民進党の代表でニック期ということで、ここへの経済的圧力、間違いなく、 再びいろいろ起きると思います。えー、農業、水産業で再び輸入禁止などの政策が起きるのではないかなというふうに思う次第です。えー、こういう時はですね、歴史から学ぶというのはとても大切でございますので、えー、とりあえず直近の歴史ということでですね、えー、前回を見てみようという形になります。えー、前回2020年でございました。えー、選挙を踏まえてですね、えー、5月に再英文、 台湾総統、まあ就任2期目でしたので再任という形になったんですね。ちなみに、蔡さんの時は、台南と高尾は表差全体のたった35%しかありませんでした。つまり今回の方が影響度としては大きかったわけですよ。 ということになりますよね。で、前回、その後何が起きたかというとですね、えー、2021年3月、中国、台湾産の、えー、パイナップルの輸入停止を発表と、さらに、えー、9月にはですね、中国、台湾産の複数の果物の輸入停止発表と、まあ、いろいろ、なんていうんだろうな、仕掛けてったわけですよね。で、先ほど申し上げた通り、前回は35%ほどの、まあ、影響度。今回は3分の2が南部で起きたという形ですよ。当然、 今回の中国から台湾への経済的圧力というのは前回を上回るという可能性は大いにあるということが考えられるのではないでしょうか。さあどうなるというところなんですけれども、これね、実は日本にとっては大チャンスですよというのがですね、今日私が一番申し上げたい重要なポイントでございます。ここをこれから解説していきます。 じゃあ、具体的にはどんなことあるのというところになるんですが、まあ、わかりやすいところで言うと、輸入面で言うと、台湾産農水産品のね、輸入活発化、中国向けで行き場を失った農水産品が、日本側へ流れてくるというのは、まあ、多分に想像できるところじゃないかなというふうに思うところです。そしてですよ、そして、今回特に2020年と比べて、ぜひ皆さんに意識いただきたいのは、輸出面という形になります。業界問わず、 日本からの輸出チャンス拡大でございます。あの、これはね、実際私が今、まさにそういう案件が進行してるから、自信を持って言えるところになるんですけれども、特にね、中国が世界のマーケットシェアを持っている産業、これがね、要注目です。どういうことか。あの、まあ、中国が世界のマーケットシェアを持ってても、台湾だけは世界の例外となり得るからですね。 これからね、中国が当然いろいろ圧力かけていく中で、台湾側が、いや、いくら世界のマーケットシェアナンバーワンだからって、中国の商品サービスをどんどん買う、買う、まあ輸入する、仕入れる。考えにくいです。はい。 まあこの細かいところはね、私のビジネスコンサルティングの皆さんにいろいろお伝えしてるんで、今日はまあちょっとこの YouTube ではね、ぜひご想像いただければというところになるんですけれども、やっぱりその中、台湾、当然日本を頼ってくると。中国がマーケットシェア持ってるけど、中国品は買えないよね。じゃあ日本からという流れは、大いにあるのではないでしょうか。特に前回2020年と比べると、この2024年ね、一般的に 円安、ドル高が進んでおります。ますます大チャンスというふうに考えられるわけです。あと一応念のためその他ということでね、もうすでに増えてますけど、今後ますます台湾からの観光客流入というのも期待できるのかなというふうに思います。で、ここまで申し上げたんですけれども、念のため、まあ特に僕はね、南部ということで農水産業の話をしてますが、農水産業のだからウィンウィンを考えれば、ビジネスアイデアは無限大になります。 あるんですけれども、ただ果物を輸入すればいいとか、魚を輸入すればいいと僕は申し上げているわけではないですからね。その点は誤解なきようにお願いします。農水産業の周辺まで考えると、いろいろあるという形ですね。資材、部材、いろいろあると思います。そういうところも含めた農水産業のウィンウィンというのを私は今申し上げている次第です。ですので、最終製品だけが農水産業ではないんですよというのをね、ぜひご認識、お含みいただけると幸いでございます。 はい。というわけで、これを含めたまとめでございます。えー、選挙を踏まえてですね、2024年5月2日、順調に行くと、来政徳、台湾総統が就任されるわけですが、えー、過去の歴史を見るとですね、まあ、特に就任後の半年、要注目ではないかなというふうに思うわけです。で今回の選挙結果というのを、きちんと、ただね、勝った負け手ではなくて、正しく理解すればするほど、台湾南部をターゲットにした中国の経済的圧力、ほぼ間違いないというふうに思う次第です。 さあ、その上でという形になるんですが、ちなみにね、私もこの1ヶ月前、台湾出張してました。現状の台湾経済、はっきり申し上げて元気ないです。これはね、台湾あるあるというふうにも言えるんですけれども、やっぱり、あの、選挙でどっちが勝つかで、世界的に影響が出るわけですよ。というのを考えると、選挙前の様子見状態というのが、まあ、現状の台湾の景気というふうに言えるのかなと思います。 で先ほどのあだり、まあ、大体、新総統がね今年の5月就任して、半年程度で、まあ、中国側の経済的圧力というのは、今回は見えてくるんじゃないかなと、私は思ってます。ですので、この半年程度、方向性がね、経済的圧力含めた方向性が固まり次第ここからは今、お財布のね紐がきつい、台湾の消費者の紐というのも緩んでくるんじゃないかな。 経済活発化が大いに期待されるのではないかなというふうに思うところです。あの、まあ、繰り返しになりますが、圧力をね、まあ、必ず一回は受けますよ。間違いなく受けます。受けた後で、台湾側でどういう反発があるか、これに着目すればですね、えー、皆さんビジネスチャンスは必ず見つかりますよというところを私も自信を持って断言させていただいて、今回の解説動画とさせていただきます。 はい。というわけで、最後までご覧いただきました。ありがとうございました。また例によってちょっとでも参考になることありましたら、いいねとですね、チャンネル登録をポチッと押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして、えーまあ、まさに今日ビジネスチャンスのお話をしましたが、海外ビジネスにご興味のある方へ、私、小林邦弘の LINE アカウントのご紹介です、えー。こちらでは主に経営者、事業主の方へ向けて、YouTube では発信していない、または YouTube 以上に詳しく、 海外ビジネスの情報をお届けしております、えー。もちろんね、経営者の方だけでなく、これから海外ビジネス頑張りたいという方も大歓迎でございます。えー、概要欄に LINE アカウントのリンクつけております。ぜひこの機会に合わせてご登録ください。 そして、私、小林国にそれ以外にもいろいろやっております。えー、旅好きの方へは、YouTube のメンバーシップ、毎週ね、メンバーライブやっております。そして、旅館に包まれるセレクトショップ、ウペポもございます。特にぜひ、インスタグラムご覧ください。 そして、世界のリアルをね、知ることのできる書籍、鉄道ビジネスから世界を読む、こちらも絶賛販売中でございます。え、詳しくはね、各リンク、まあ、本に関しては Amazon のリンクも含めてになりますが、各リンクをね、この動画の概要欄に記載してだい,いあの、記載してますので、ぜひ、この機会に合わせて、チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今回は以上になります。最後まで、ありがとうございました。